先制ホームラン。今シーズン2号。後半戦が始まってロッテ戦マツダから第1号が生まれましたが、それ以来第2号先制のソロホームラン。川崎さん一発が出ました。そうですね、本当にあの投手がいいんでしょうね。改めてあの92キロのボールもありましたが、この打球がもう川崎さん切れなかったですね。少しだけねちょっとタイミング早く見えたんですけど、うまくやっぱり乗っけてるんでしょうね。さあ、ところ面白い深い位置から紅林も投げられません。今日2本目ソロホームラン、ショート内野安打。これで阿部が出場した試合でいうと4試合連続のマルシアンダ2安打以上というバッティングです。今完全に崩されたように川崎さん見えましたが、もうほとんどなくなるので、狙ったね。今日3本目、今度はタイムリー。今日は先制ホームラン、そして3点目のタイムリーヒット。すごいですね。これで8月に入って3安打が2度目。ホークス戦も初戦でありましたが、あとは7月13日に戻ってきてから以降でいうと3度目の3安打という阿部俊樹。すごいな、今のこれ十分かかるんでね、はい、今日4本目は頭上はどうだ、越した。移籍後初4安打、トゥーベース。ということはあと三塁打が出ますとサイクルというですね。今日は4安打ですが、阿部、そういうことになりますからね、もうそういう展開になったら逆に困りますよ。そうですね、5対0という展開ですからね、まあ、それにしても今日は阿部ここ最近本当にバット振れてるんですが、今日も振れば川崎さんヒットという感じですね。そうですね、本当にこうゆっくりボールを見れてるっていうような感じで。